はい、皆さんこんばんは。こんばんは。第40回ビリヤード超人列伝の時間がやってまいりました。はい、もう40回になりましたね。はい、早いですね。はい、はい、それでは本日の内容です。はい、今日は、1つ目にロドニー・モリス VS、はい、柴田雄介プロ、はい、2つ目に栗林超人 VS ロドニー・モリスの対戦をお送りいたします。2つですね。はい、はい、それでは、ロドニー・モリス VS 柴田雄介プロの試合をご覧ください。はい、VTR スタート。はい、それでは、柴田雄介プロと、ロドニー・モリス選手の、テンボール7セット先取りの試合の模様をお送りします。はい、お願いします。お願いします。柴田プロは、前も何回もジャスト・ドゥ・ムービーに出てもらってるんですけれども、はいはい、福井県出身、はい、で、ビリヤードどころですね。そうですね。まあ、すごくやる気のある若手ですね。はい、あ、なるほど。ちょっとじゃあ、わかりました。はい、あ、すいません、ちょっとこちら席替えをしてましたんで。はい、はい、じゃあちょっと先週使うはずだった新兵器一回使いましたかね。ちょっとね、使い方、あ、これで、これ、これ、これ、あ、こうですね。うまく使えますか？大丈夫ですか？はい、いやー、ちょっとね、喋れなくなります。これ、どうやって消すんでしたっけ？あ、これ、あ、これですね。大丈夫ですか？僕使った、使いましょうか？あ、こっちとこっちで併用したらいいですね。あー、なるほど。あ、これもう、ごめんなさいね、グダグダですね。やっぱり大丈夫ですか？僕やりましょう、はい、僕やりますね。また席替えします。一マス目は、どうだった？ロドニーが、ロドニーが取りましたね。早すぎですね、ロドニー。そうですね、はい、でロドニー選手はすごい、あれですよね、突く判断が早くて、早いですね。で、結構その考えてるのかなと思うように突くんですけども、はいはい、すんごい上手いんですよね、クッションとかが。今のユウスケ柴田プロのセーフティー上手かったですね。そうですね、ユウスケプロ、はい、ユウスケプロ。でもやっぱり柴田プロもあれですね、最近よく一生懸命頑張ってるんで、はい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 、こういうゲームは当たり前だと思って、はいはいはい、あのスピードで超超入れるのって結構難しいですよね。そうですね、うん、はい、今チャットの方でロドニーとはっていうワイマネさんに来ていますけれども、はい、やりましたか？ああ、僕ああいうね、あの紳士は得意じゃないんで、ストリックランド様みたいなのね、ああいうタイプの方が。さ、じゃあ僕もちょっと新兵器を使いながらですね。ナイスですね。はい、今のはここの4番と ここの4番と、はいはい、ここの3番の配置がものすごく悪いんですよね。はい、こっちのコーナーが通ってれば、はいはいはい、いけるんですけども、はい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 、お、ファール取れましたね。でもまあその
まあ、これで4から3、3から4ですね。3から4はまだ出しやすくなってるんで、はい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 、まあ、今のはユースケプロの、はい、柴田プロのあれですね、そのちゃんと頭で考えれてる状態ですね、はいはい、すごく冷静につけてるんで。まあ、じゃあユースケでいきましょうか。あ、そうですねもう仲のよ、仲のいい、はい、仲がいいんで。そうですね、今日も練習しに来るぐらいの勢いの。おー、すごいですね。今日一緒に練習するかもしれないですよ。はいはいはい。これでも問題なくなりましたね。まあ、よくこういう配置で結構簡単についてしまうんですけれども、こういうところにミスがあるので、はいはい、7と8をどっちに取る、その8番をどっちに取るかっていうことをちゃんと考えていけば、はい、いろいろ分かってくる。今のもちょっと嫌な加減ですけどね。そうですね。まあ、こういうのは問題ないですね。基本的にやっぱりビリヤードのやっぱ発想は、はい、やっぱ今のも多分おそらくこっちのコーナーに取りに行ってるんですよね、はい、7番ついて8番に出しに行くときにこっちに取ってると思うんですけど、はいはい、まあ薄くなったらサイドも取れるよっていうような感じですよね、はいはい、とにかくプロになってやっぱり丁寧になりましたよね。そうですね、余計丁寧になってきましたね、はい、豪快だったイメージもあったんですけどね、はい、だいたいプロの方ってだいたいそのしばらく経つとこう丁寧になっていきますよね。こうちっちゃいですけどね、引きも上手ですしね。そうですね、ちっちゃいですけどっていうのも変ですでもやっぱ不利ですよね。ね、だからレストがすごく長く長いですよね、はいはいはい、僕よりも長い時いっぱいありますから。もうね、二十歳超えてるんですけどね、まだ子供のイメージが、はい、僕抜けないんですけどね。ですね、身長がちょっと止まっちゃったらしいですね。そうですね。まあ、プロの中でもかなり小さい方なんで。ビリヤードはどんどん大人になっていくんですけどね。そうですね。まあ、でも最近すごい研究してますね。はい、いろいろ前まであんまり質問とかはあんまりなかったんですけど。はいはい、最近こう球のことで会話したり電話がかかってきたりしていろいろ喋ったりしてるんで、まあいろいろ自分なりに考えて発見してるんですよね。はいはいはい。このセーフティーがオープンになって、おお珍しいですね。でも今のおそらく今の加減だったら、はい、おそらく10に当たれとか9に当たれぐらいの勢いでいってると思いますね。確かに。まあそうですね、9と10がちょっと嫌な形なんで、はい、とりあえず当てて2番が名前なんで、まあ、マイクッションからでも入れれるような形だったので、はいはい、まあ、当てに行ってもよしですよね。ちょっと1番薄めに入りましたかね。そうですね。あ、これですね。これは次7番、はい、ちびっこにはちょっと辛い位置そうですね、次これ7番ですね。しっかり行きましたね。うん、ナイスですね。これは。ただこのここの9をどう処理するかですね。そうですね。この7から8出たとこ勝負じゃまずいですしね。結構下と こっちのネクストを、はい、こっちを取るイメージで、まあこっち通ってないんですけど、はいはい、ぐらいの気持ちで行った方がいいかもしれないですね。はいはいはい、ここでもしセーフティーができますからね。そうですね。ここに出れば。はい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 。なるほど。まあ、ここで直接割りに行くことも可能ですしね。まあ、どっちのイメージがいいかによって変わると思いますね。はい、ただこの時のコンディションは僕もついてるんで、すごいクッションが異常に跳ね、はいはい、今まで跳ねなかったのがいきなり跳ね出してるんで、あ、ね、いやー、ナイス。そうですね。これは通ってれば攻めれると思うんですけど、あ、通ってましたね。あ、素晴らしい。素晴らしいですね。まあ、今の下取っとけば反対のね、はい、こっちのコーナーもまっすぐだったらこっち、はいはいはい、振りがあればこっちのコーナーっていう感じ で、はいはい、でもし9、10番に当たるんだったら当ててもいいぐらいの気持ちでいってると思います。はいはいはい、なるほど。さあ2対1、
このブレイクはノーインですね。ノーインですね、はい。まあ、テンボールはなかなか絶対入るとは限らないので、はいはい、この辺が素晴らしいですよね。そうですね、一生懸命やったのかどうかも不思議なぐらいなんですけど、ちゃんとなってるんでね。だから1番が自然にそこ行きますよぐらいの感覚でいるんですよね、はいはい、この辺は僕も見習うところですね、はい、変にコントロールしすぎるとこう厚みが狂いやすいんで、はいはい、あでも今のもナイスですね。そうですね。さらっとそこのライン通しちゃうんですからね。でもこのロドニー選手は結構早いんですけど、結構いろんなこと考えてついてますね、はい。そうですね、みんなロドニー知ってる人もどんな選手かって聞くとみんな口揃えてるのが頭がいいって言うんですよね、うん、そうですね、うん、すごい賢いですね、はい、あの嫌なボールの狙い方とか、はい、あの気持ち的に割り切り方がすごい上手いですね、はいはいはい、さっきのもコンビに出てる出しに行ってるんですけど、はい、まあ欲を言えばいい振りがついてほしかったっていうのが多分なんですけど、その時のちゃんと割り切って狙ってる、はいはい、また割り切ってボールを狙うことができるんで、はいはいはい、やっぱこの辺がやっぱり強い証拠ですね。なるほど、うん、まあでもそれにしてもこうもう問題なくなったらもう問題本当に問題なく取りますからね、はい、本当この取り切りリズムの乗った状態の取り切りはもう見て外す気しないですよね。そうですね、うん、で、セットずつ取り合って第7ラック目3対3、ね、もうブレイクが5番入りましたね。ああ入りましたね。ってことは1、2、3、4、6、7、8、9、10ですね、はいはい、うん。でも今後プロの試合テンボールでもいいかもしれないですね。そうですね、うん、結構あの西のプロの方々はあのテンボール面白かったって言ってましたけどね、はい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 、東でもテンボールのグランプリがあるみたいですけどね、はい、そうですね。これはどうなんですかね、4番が邪魔してますけどね。じゃあ今年のリボルバーもじゃあテンボールですかね。ですか。ですね、はい、はい、それでいきましょうか、はい。さあこの3番から4番はあナイスです。ナイス。これは直接は通ってない。通ってないですかね。通ってないと思うんですけどね。通ってるんですかね。なんかスッと構えたところを見ると通ってますかね。はい、見にくいんですね。通ってるっぽいですね。通ってるっぽいですね。通ってますね。ここですね。これが結構迷う、ね、迷うというか、こういうどうしたらいいんでしょうかね、この。うん、素晴らしいですね。ラインで合わせてますね、はいはいはい、振りを。ああなかなか難しいですよね。今のライン取りに行ったらなんか僕土手くっついちゃいそうですけどね、うん、いやまあ多分土手にくっついてもいいと思ってると思います。あ、ね、振りを大切にしてると思うんで、はいはい、まあそのこれあれ動かなくなるんですね。ちょっとトラちょっと今のあれですね、はい、ちょっとあのまだちょっと放送事故が、はい、さあ89ですね、はい、でこの距離の球って嫌じゃないですか。僕結構やるんですけど多分そのどうですかね、僕は好きですけどね、その、なんていうんですかね、その手玉が
結構曖昧になりやすいんですけど、今のだったらまあロングで我慢するか近づけて振りつけるか、結構ね、ああいう取り切りの最中に問題のないぐらいのセンターショットぐらいの距離っていうのはね、本当に嫌ですね。そうですね、まあ一番我慢しなきゃいけない距離ですね。外したら腹立つけどよく外すんですよね。さあ、ノーインですね。さあこれはロドニーのセーフティーでユースケの柴田君の番ですね。はい、これはバーンっていっちゃいそうですけどね。まあ、おそらくこれはもう入れに行くぐらいの気持ちではいると思いますね。僕はね、なんか入ったら気持ちいい同点つくでしょうね。うまくないか、ちょっと素晴らしいです。ね、この後ですね、はい、この後しっかりセーフティーなり攻めるなりしっかり決めないと価値がなくなっちゃうんで、はいはい、わかります、うん、なるほどな、そういう考えですね。そうですね、もうこの2番ね、あれ入っていい球にならなかったら運命を恨んで僕は適当についちゃうんです。あれ入ったんだからもっといいのになれよって思っちゃうんですけど、はいはいはい、すごい今のナイスですね。そうですね、ナイス判断ですね、ナイスジャッジです。玉越しであの薄い球って結構勇気いりますよね。そうですね、それも身長ちっちゃいのに。届かないですから ね、でもまあそのしっかり我慢してついてますね、この時。ちゃんと考えてつけてるんじゃないですかね。一回ね、全日本選手権のね、勝者2回戦で当たってる、ね、はいはい、あ、そうですね、勝ってますもんね。そうですね、パーフェクトゲームをしてた、はいはい、してましたね。その時の、あのコメントが覚えてないっていうのがあるんですけど、まあまあ、それもそれぐらいプレッシャーのかかる試合ですからね。そこでパーフェクトゲームができる力を持ってますからね。そうですね、確かスコアは9対4じゃないか、9対4ですね、完璧に、完璧に勝ちですね。ワンサイドって言ってもいいぐらいの差ですね、 そうですね、はい、そのレベルでなってもう本当にミスがなかったってもうみんなが言ってましたね、周りの見てた人は。柴田プロの年齢は、今年21ですね、ですね。なんかロドニーはミゾニーにしろユースケにしろあれですね、ちびっこに弱いんですかね。どうなんですね、なんかそうですね、そうですね、あの長寿も今度やるとき青っぱな垂らしてみるとか。どうですかね。うん、まあまあでもつけんくんとかいいかもしれない。ああそうですね。大丈夫、似たような身長ですからね。でも本当にあの僕見てて、あの僕アマチュアの時からずっと知ってるんですけども、もう見てて本当に綺麗に振るなって思いますね。球もすんごい綺麗ですね。たまにね、アマチュアの頃僕とかもつきましょうって言って来られてもちょっと嫌でしたしね。なんかね、自分の中の理想的なスピードですよね。そうですね、すごいゆっくりと球に力を伝えるっていうか、今のもおそらくサイドには取りに行ってると思うんですけども、はいはい、まあそれぐらいクッションが跳ねてるんですよね、はいはい、でもね、強め正解とか弱め正解とか考えて。そうですね、はい、強い目でもいいとか弱い目でもいいとか思って続けてるの で、ね、はい、道川塾。そうですね。あのみんなよく言いますね、よく言いますね、はいはい、さあ、郷大さんリードしましたね。
はい、さあこれでブレイクが入れば入らないですね、 結構ノーインが続いてますね、はいはいはい、でもここがちょっとトラブルですね。そうですね、ちょっと5球ですかね。そうですね、あとここの6もしっかり見とかないとダメですね、はいはいはい、まあ引いて、そうですね、これを簡単にするからね、うん、僕の予想ですけど、はい、おそらくこういう振りではないと思うんですよね。多分こっちからこう行きたかったんだと思うんですよね。はいはいはい、その この辺がロドニーが賢くて、あのしっかりもうボールがしっかり入る方をチョイスしたんですよね、はいはいはい、球の出し方が。なるほどね、あこの辺がやっぱ素晴らしい。はい、5番はサイドへ行くんでしょうか。うーんと思うんですけどね、まあ最低でもキスインがありますからね、はいはい、ここから 6でも7でもどっちでもいいんで、はいはいはい、あなんかそれっぽいですね。これは直接行くんじゃないですかね。直接行きますか。はい、キスインっぽいですね。うん、そうですね、素晴らしいです。すごいですね、はい、もう本当に何事もなかったかのように。そうですね、もう問題なくなっちゃいましたね、はい、一瞬でしたね。もうそう考えたらあの4から5の力加減なんて気持ち悪いですね。そうですね、あちょっとやりましたよ。そうですね、これはちょっとあちょっとホッとしてましたね。はいはい、あうん、これもちょっと弱いですね、はいはい、もうね、このバックスイングゼロに近いですからね、この選手。そうですね、本当に前だけでしか振らないですね、はい、素晴らしいですね。すごいですね。これはもう僕もあのよくやるんですけど、はい、でもこの判断が早いですね、はいはい、結構迷いに迷って迷って迷って当てるっていうことが多いんですけど、はいはい、このねバックスイングがね本当に気持ち悪いぐらいしないですよね。そうですね、うん、本当にその手首とスナップだけで、はい、うん、でもすごいあんだけのコンパクトな球出しであんだけ球が切れるってもう腕力ですね。腕力間違いないですね。これは柴田プロは2番があそこなんでどうするんでしょうかね。そうですね、セーフティーですね。あ、セーフティーですね。あ、素晴らしいですね。いい加減ですね。ちょっと見えてる感じかもしれないですね。こういう選手にあの見えてるボールを渡しちゃうと、はいはいはい、すごいあのやられやすい時が多い。はいはい、今のなんかもすごい隠しですね。これ多分隠れてるか見えてるかぐらいなんですけど、はい、まあ今のでここに例えば1番が止まっても2がここにいるんで、はいはいはい、絶対に攻めさせられることはないんですよね。必ず守りさせるための、はいはい、まあ、そういうそれで延長戦で隠れたらいいなっていう2つのことを考えてますよね。なるほど、はい、これで柴田プロはなんかセーフティーに生かされてる状態、はい、ちょっとトボトボ帰ってきましたね。そうですね、はい、でもなかなかちょっと失敗なんですけどいい残り方しましたね。そうですね、うまノークションノークションですね。どんなイメージしてるんですかね、多分今のはもしこっち、うん、多分もっと右側に当てたかったのね、はい、5番のそしたら必ずこう来てこっからこっちに行きますからね、はいはいはい、一番だから手玉はもっとこういうこう当たって、はいはいはい、こっち側にこう来る感じですね。ここに来る感じですね、はいはい、で1番でこう5がピョンってこっちに出てくる感じです、はいはい、さあこれはあれですね、3から4、3から4を5、6、7がちょっとやらしいですかね。でもああ、3から4も難しい。そうですね、3から4が決まればですね、4から5、5から6、はい、6、7、8とつながりますね。ここが一番大事です。ああ、ナイスですね、うん、素晴らしいですね、素晴らしいですね。
すごくイメージがあったって言ってましたね。あ、うん、でも本当ね、柴田プロは今後注目ですね。最近表情もすごくいいですしね、球ついてる時も、ね、あら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 、はい、まあ、まあまあまあ、これは安全圏の内だと思う、はい、ああちょっと見間違えてました僕。ああ、はい、まあでもしっかりつきますね。ちょっとしっかりつきすぎたぐらいですかね。そうですね、はい、まあ、でもどうしてもちょっとあれでもしっかり球出なくて飛ばすの一番嫌ですし ね、 すね、あの球は、はい、うん、でもキャロムっていう場所でいつも練習してるんですけど、はいはいはい、そのしっかり出さないと球が、そうですね、もう、はい、ボールが入らないコンディションで普段ついてるんで、はい、出さない球出しってあんましないんですよね、うん、はいはい、もう癖がついてるんですよね多分しっかり。もう僕行ったらもう本当ひよこみたいになりますよ、何も入らないですからね。でもそれぐらい難しいですからね、キャロム、うん、難しいです、はい、市川さんもそうですけど。さあここはしっかりですね、しっかり見てですね、僕西川さんに自腹で出すからラシャ張り替えさせてくれって言ったことありますよ。でも本当に重たいですね、キャロマ。そうなんですよね、独特のコンディションはね、一度行ってみないと分かんないでしょうね。そうですね、はい、うん、重たいのとメンツがきついのでさらに重たく感じるんですよね、球が出なくなって、ね、はい、これってリーチですか？そうですね、これで 6-3 でリーチですね、はい、6-4 じゃないですか、ね、6-4 ですね、はい、うん、ナイスですね、6-4ですね。さあこのまま行ってしまうのか、いいブレイクです、はい、入りました。さあここにトラブルですね、うん、3番ですね、どうするんでしょう、これがね、多分これで割にはいけないと思うんで、はい、多分これで、なんかでも行ってるっぽくないですか、うん、あ、引ける振りだったら行きますね、はいはい、3に当たるような振りだったら行きます。あー行きましたね、行きましたね、はい、うわ、まあでもこれは比較的まだいけますね、はいはい、まあ3に当たってもよし、こういう3に当たってもよし、はいはいはい、7に当たってもよしみたいな、うん、もうとりあえず行くしかないと思いますね、この子も、はいはい、攻めてるっぽいですね、最高ですね、最高ですね。さあここですね、5から6、だから、5、6がちょっとつながりが難しいです ね、 そうですね、この2つですね、はい、この2つをうまいことしっかり振りを合わさないとダメなんで、どうするんでしょうか。まあちょっとこれはまあ逆、もう最初から逆振ってこの辺にするか、はいはい、もう球に当たってもいいと思ってこっちの振りにして、はいはいはい、ここは前出すか、どっちかでしょうね、どっちかしかないですね。厚くいきました、あ、はいはい、あで押して単に入れたいいんですかね、今のはおそらく逆ですね、振りが、はいはいはい、柴田プロが出したい振りとは逆だった、はいはいはい、それだったらもし逆振りするにするんだったらもっと前に落とした方が、もっと後ろでこの辺でついた方がいい、はいはいはい、そしたら振りができます、ね、
今のは、ね、うまく順殺しましたね。そうですね、うん、難しいですよね。いい加減でついてるね。あれね、僕らのデスクとコーナースクラッチまで走っちゃうんですけどね。いやいや、それは大丈夫だからね、順が、思わぬ順が入ってるんですよ。大丈夫です思わぬ順が入るんですよ。あーみたいな、はい、素晴らしいですね。これ勝っちゃいましたね。綺麗な取り切りですね。スト様と違ってゲームボールもつかしてくれますしね。そうですね、ナイスです ね、 ですね、はい、これで7対3で、はい、2連勝ですね。そうですね、はい、はい、それでは、引き続き、はい、ロドニー対僕、はい、はい、13セット先です、はい、ステンボール、すごいですね。超人って打たれてますね、僕ね。ちょっとロドニーの弱いのに騙されかけましたね、はい、僕ロドニーの加減なんか釣られちゃうんですね。あさ、ロドニーのブレイクは、あ、違う、超人のブレイクですね。あ、でもこうやって見比べるとやっぱり超人のブレイクやっぱいいですね。球転がりますね。そうですかね、分かんないんですけどね、うん、自分で打ってて分かんないんですよ。ユースケのブレイクも良かったなと思ったんですけど、やっぱ転がる量が、今のはピチャっていう感じまで行きたかったんですよね。そうですね、これはちょっと自分の中でちょっと甘かった、すごい甘いセーフティーだったんで。まあ、よく外人とこういうセーフティーをすると必ずなんか変な形で返ってくるんですよ、はい、そのなんていうんですかね、その僕もこれ本当にすごい緊張してついてるんで、はい、急ミスしましたね。あ、そうなんですか、はい、へえ。ちょっとあのむさ苦しい解説はね、ちょっと皆さんもちょっと飽きてきたかなと思いますね。いやいやいや、そんなことないと思う。はい、じゃあ、はい、ちょっとじゃあちょっとここで解説が変わります。藤井プロです。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さあ、はい、これ初めて見ますか。初めて見ます。この前のあのストリックランドとロドニー・モリスのチャレンジマッチの時のエキシビジョンマッチですよね。そうですね、はい、今のは僕のセーフティーミスから、はい、まあ土手突きを こうスッと入れられちゃうのが結構ショックなんですね。はい、解説は今本当に今やってます、はいはい、映像を見ながらお送りしております。ナイスですね。この人は本当に判断が早くて、本当に頭がいい選手ですね。待ってる時も、はい、まあ、横ではストちゃんが大暴れしてるんですけどもロドニー・モリスはもうほんとじーっと相手の球を見て、うん、で相手がいいショットしたら拍手っていうの
ナイスっていうリアクションがあって相当素晴らしい選手ですね。うん、僕スーケットも尊敬してるんですけど、はい、アメリカだったらロドニーですね。へすごいです。おーっと近づきすぎましたね。はい、この日はねものすごいクッションが跳ねてるんですよ。異常なぐらいちょっとしけってて、すごい難しかったんですよね。僕ももう迷いながらついてましたからね。はい、今ので栗林超人0モリス1。はい、はい、そう、これはあれですね、これはどうするんでしょうかね。僕はセーフティーですね。やっぱりセーフティーですね。これはどうなんでしょう、見えてますかね。見えてますね。見えてます、はい、ただすごく発想が湧きにくい形ですよね。そうですね。僕はこれを、まあ、セーフティー一生懸命自分なりに考えて、はい、セーフティーをしたんですけども、素晴らしいセーフティーですね。普段こんなことを考えないことまで考えてセーフティーで、はい、でもまあそうやってそういう経験をさせてくれるロドニーがやっぱりいい練習になりますよね。でもこの辺もやっぱさすがですね。一番はもうあの辺って思って言ってると思いますから。なるほど。これは攻めるんですかね。はい、攻めに行くんですけどね、はい、で隠れちゃうんですよ。それで気持ち隠れちゃう。まあまあこの辺を予測してるんで、そんないい球が来ても来たらラッキー、来なかったら当たり前だと思ってるんで、まあこの辺は対処します。はい、ナイスですね。はい、これで栗林超人が取り切れるかな。さあこの絵もねちょっとねこれもねイメージと違うんですね。はい、この時本当に結構序盤で結構いろいろ失敗するんですけども、そのコンディションをもっと早く合わせることができればちょっと分があったかなと思うんですけどね。スクラッチしちゃいましたね。実はねちょっとスキッド気味なんですよ。逆ひねってるんですよ。逆ひねってついてるんですけど、7にももう7ぐらいに立ってきてもいいと思ってついてるんですけど、そのやっぱりそういうコンディションに負けてしまうショットでついてしまっているんですよね。その緊張が やっぱり邪魔しますよね。これはもうあのチャレンジマッチを終えたゲームになってるね。もう最後の方ですかね。あ、じゃあもう球も結構汚れてる感じで、はい、あ、難しくなってるんですね。はい、これを決めて2対0。ナイスブレイクですね。
はい、こういう選手とつくとやっぱり、はい、緊張プレッシャーとかも度合いが違いますね。うーん、まあ、またちょっと試合とは雰囲気も違うし。そうですね、ね、はい、今のはちょっと、うん、ちょっと詰まらせすぎましたね。うーん、やっぱこの辺の、ね、対応力がやっぱりロドニー・モリスはすごい長けてるので、ちょっと失敗しても次にすぐ合わせてきちゃうっていうところがやっぱすごいですよね。今の持ってかれてるんですけどね。さあ残り8番9番、これもちょっと嫌ですね。ワンクッション、はい、うん、素晴らしいですね。はい、ストリックランドはあれですね、本当に横でついてます。この時確か、あれですね、チャレンジマッチのチャレンジャーが、はい、ついてる時に、はい、奥の方にタバコ吸いに行ったりしてますね。あそこに映ってるのミゾニーですか。あ、そうですね、ミゾニーがチャレンジしてますね。もう頑張ろうと思って、でもなんか本当にこの時は久々にやっぱギャラリーも多かったんで、はい、すごい湿気があったんだよね、多分。ちょっと本当に難しかったですね。はい、自分のそのいつもついてるテーブルはだいたいストちゃんがついてるテーブルが一番多いんですけど、はい、でもまあまあ真ん中の今ついてる今このゲームでやってる台もよくつくんですけど、うん、全然コンディションが違いましたね。梅雨時期みたいな感じですね。隣でなんか足を上げてましたね。そうですね。これはストリックランドとミドニーの試合は流すでしょうかね。そうですね、気になりますね。今のところ予定はない。はい、視聴者の皆さんに、はい、投票はい、592523、はい、切れてましたね。最高でした。やっぱストリックランドはやっぱりああいう状態になってもらわないとね。やっぱでもギャラリーも盛り上がりましたね。やっぱそういう選手だっていう印象があるんで、はい、切れた瞬間結構面白そう。はい、今3対1、はい、はい、栗林プロのブレイクです。ここからですね、ここから、はい、栗林プロの巻き返し、はい、お計りに行きます。
はい、あれですね、ミゾニーとスリクラの試合見たいということですね。はい、はい、そうですね。あ、2回やったんですか。2回チャレンジもやったね。へ、はい、2つもテンボールだったんですね。え、チャレンジマッチはナインボールですよね。あ、まあそうですね、はい、でもテンボールでやりたいということだったのでテンボールでやってました。おー、超名前に残ってしまいました。はい、これもちょっと、はい、熱くいきすぎると、うん、すごいクッションが立ってるんで、うん、7に当たってスクラッチとかまであるんですよ、うん、まあ、ちょっとかぶってたんですけど、うん、で気持ち薄めに当てたかったんですね。ちょっとビリヤードの話からそれちゃうんですけど、はいはい、私この時沖縄の試合に行ってたんですけど、はいはいはい、帰ってきて、はい、スタッフの女の子にロドニー・モリスの写真を見せてもらったんですけど、はい、すごい男前ですね。そうですね、はい、僕はアメリカでロドニーと毎日会って挨拶をしてたんですけど、はいはい、まあ、奥さんと一緒に、奥さんと子供さん、お子さん、はい、娘さんがいるんですよ、はい、娘さんが2人だと思うんですけど、はい、で、まあ、一緒に見てたんですけど、はい、まあ奥さんも綺麗ですし、ね、旦那さんはロドニー・モリスの、はい、でお子さん可愛いでしょ、すごいなんか良かったですね。へで、プレーは紳士ですしね。うーん、かっこいいですね。本当にかっこいいですね。うーん、3ついいんですね。はい、すごいですね。そうですね。いやでもロドニーもテンボールのブレイクは研究してるらしいので、どういうブレイクが入りやすいのかといろいろ考えて。本当にコンパクトですね、ショットが。ただね、何がすごいってそのコンパクトで本当にもうちょっと弱かったら届かないっていうショットが結構あったんですよ。そう、結構しけってたんで、はい、引きが届かなかったりしてるんですけどギリギリ届いてるんです毎回。うーん、でその微妙なコントロールなんですけど、その微妙にこう届いてるから、はい、ボールがしっかり入る。でもし届かなかったらもうアウトですからね。うーん、そのコントロールがものすごい上手かったです。うーん、超スクラッチしました。はい、さあここから巻き返しを、はい、剥がりたいですね。そうですね、ちょっと点差離れてますけどね。そうですね、今から、はい、まあテンボールの6対1ってまあまあ離れてますナインボールの6対1は全然違いますからね。そうですね、やっぱマスアリ率も下がっちゃいますね、はい、難しいですもんね。
素晴らしいですね、はい、今いやこれは、はい、あれですね、クッションがちょっと立ってたんで、はい、今のイメージが湧くんですよ。クッションが立てなかったらもう今のはなし。これ、513573の玉から離れていた時期は何してたんっていうのは、どういうこと、どういう意味なんでしょうかね。わからないですね、はい、はい、栗林プロがビリヤードを始めてっていう意味ですかね。いや僕離れたことないんですよ。 モリスが待ってる間ってことですか。いや球を離れていた時期が、という感じですね。はい、これを取って6対2、はい、はい、まあ、話は戻りましょうか。はい、はい、ちょっとブレイクは結構当たってますね。そうですねナイスブレイクですね、はい、素晴らしい。3が邪魔だよって言ってますねあ、じゃあ3じゃないです、5ですね。そうですね、5番なんだよ5番みたいな感じ、ね、ちょっと浮いてるんですね、あの前から。そうですね、素晴らしいですね。そのイメージすごい、相当プルってますけどねギャラリーもたくさんいましたからねちょっと薄かったですね。あの栗林プロは、はい、ま、にも聞いたことあるかもしれないですけど、はい、あの、ま、試合とかで、はい、こう狙ってる時に不安になったりすることってありますか。あ、もう毎回ですね。それでももう信じてつくみたいな。見てください、今の不安がってるからこうなるんですよ。不安、あの今のはあのこ下に取ろうか、もっと右の方に取ろうか、うん、鉢の横でがちょっと厚い目で狙おうか、いろいろ迷ってたんですけど、はい、まあちょっとね、まあ不安がってるからなっちゃいますよね。そのクッションが跳ねてるって思いながらついてるので、クッションが跳ねても大丈夫とか、うん、はい、そういう風に考えればいいんですけど、はい、なかなかそういうわけにもいかないですね。テンボールはやっぱり毎回配置もね、そうですね、もう全然違う、バラバラなんで、はい、はい、今マス割りをして6対3、はい、はい、徐々に追い上げてきましたね。はい、取り出し見えました。はい、こういう球の時で、はい、こうクッションが跳ねてる時と跳ねてない時の球のショットバリエーションが全然違いますよね。まあ沖縄もすごい難しかったと思うんですよ。そうですね、僕沖縄で着いた時本当にびっくりしました、ね、
本当に弾けないですからね、どんだけ頑張っても弾けないんですよね。僕あんなに濡れてるテーブル本当に昔キャロムでアマチュアの時 練習いつもしてたんですけど、そこで何回かありますけど、あそこまで弾けない湿気ってあるんだと思いましたね、沖縄は。まあ、特に女性だとね、また遠くになったら弾けないから。そうですね、はい、みんな難しがってましたね。はい、はい、2連チャンです。2連チャン、はい、素晴らしいですね、はいはい、ということで、はい、なんか今日は、はい、ここまでということで、ここまでということで、はい、4対6から僕が、はい、この、来週ですね、はい、来週続きを続きを、はい、お送りしたいと思います。はい、はい、それでは、はい、来週の放送予定ですが、はい、来週は栗林超人 VS ロドニー・モリス、はい、後半戦、はい、ですね、はい、をお伝えいたします、はいはい、もうすぐですね、はい、ジャパンオープンが、そうですね、はいはい、始まりますけど、意気込みを、はい、いや僕はもうずっと前からジャパンオープンターゲットにしますからね、はい、もうだいぶ前から意識して練習はしてますから、はいはい、変わらずこのまま頑張ります。はい、はい、大丈夫ですか。さあ、じゃあ、藤井プロ、はい、ジャパンオープンに向けて意気込みを、はい、はい、優勝を目指して、はい、頑張ります。なんか、なんかサングラスかけてますよこれ、これストサマサングラス、あ、これは ストリックランドサングラスということで、ね、はい、はい、なんかちょっと斜めってますけど、はい、はい、こうやってはい、まあストちゃんはいつもこんな感じで、はい、あんまり似合ってないですね。そうですね、はい、あんまりですねはい、はい、次は栗林プロに、はい、はい、どうもなんかちょっとはい、なんかこんな感じでなんかいろいろ遊べるみたいですねすごいですね、これはこれ水中メガネってことですね。はい、はい、全くかぶれてないですね、はい、ちょっと上に乗ってるだけになってますけど、はい、あ、これは何ですか。カツラだと思うんですけど、はい、これ何ですかね、よくわかんないですね。メガネが一番良かったですね。はい、そうですね、メガネが一番良かった、はい、あ、モザイクかかっちゃいました、はいはい、今日はこんな感じで、はい、こんな感じでなんか、はい、いろいろこう、はい、いろんなことをこう取り入れてこと、はい、もっと面白くしていこうかなということで、はい、今日はちょっとマシントラブルもちょっとありまして、はい、まあ、こうやっていろいろ遊びながら楽しんでいただければということで、はい、いろいろ試みてますけども、はい、皆さんどうでしょうか、はい、まあちょっとまた新しいね、はい、マシン導入も考えておりますんで、はい、またメガネが、はい、はい、ちょっとずれてます、ね、全然かけれてないですけども、はい、なんか鼻の上に乗っかってるっていう感じですよね、本当に、はい、ちゃんとメガネかけてください、はい、はい、ということで、ね、はい、今日楽しんでいただけたんですかね、はい。また来週は、はい、僕と、ロドニー・モリスの後半戦、はい、皆さんぜひお楽しみに、はい、そうですね、はい、眉毛ボーンということで、はいはいはい、今いたずらしてるのがワイマネなので、はい、めちゃめちゃ楽しそうですね、はい、すごい楽しそうなんで、はい、なかなか止まらないですけど、はい、はい、じゃあジャパンオープンに向けて頑張りましょう、はい、そうですね、頑張りましょう、はい、はい、それでは皆さんまた来週、はい、さようなら、さようなら。